はい、どうも。今回はですね、日本のこの缶詰としてはね、やっぱこう素晴らしいですよ。日本の缶詰っていうのは、これ広島呉名物鶏皮味噌煮です。ヤマトフーズプルルンコラーゲン鶏皮味噌煮、なんか広島の呉の方で有名なんですかね。国産ブロイラー使用、まあ別にこれはいちいち言わなくてもよかったかな。中身はですね、鶏皮、こんにゃく、味噌、香辛料、ネギとかですね。鶏皮なんですね。鶏自体はこれ入ってないんだ。皮だけの缶詰。書いてますね。晩酌のお供に、夕飯の一品に、大和のふるさと呉で長年愛されてきた昔ながらの味わい。これね、ちょっとね、缶詰絶対美味しいと思うんですよ。食べてみたいと思います。こういうのってビールと一緒に食べると本当はいいんですよね。開けます。おこんな感じだ。うん、なんか液体だな。中身は、おこれ鶏皮ですね。鶏皮が入ってます。あとはこれこんにゃくですね。こんにゃくも入ってます。見えますかね。こんにゃくと鶏皮が入ってて、味噌に使ってる感じですね。匂いは、味噌ですね。匂いは基本的に味噌の匂いします。これじゃあ食べてみたいと思いますね。これ鶏皮からいきますよ。柔らかい、うまい。味噌が美味しいですね。で、こんにゃくちょっといってみたいと思います。うんめえ。これいっぱい結構入ってますよね。これ結構な量がね。ほらこれすごいですよ。これちょっと一気に食べてみたいと思います。うまい。味噌がやっぱ美味しいですね。鶏皮なんで、そんなになんかこう脂っぽい感じがあんまないですけどね。でもこれ土手煮に、ちょっと大阪の土手煮に似てますよね。あ、美味しいわこれ。結構な量入ってんなね。うまい。これはうまいね。これ鶏皮味噌煮ですよ。広島産の呉。呉といえばね、戦艦作ってた呉漁、工場があったとこだと思いますけども、そこでみんな鶏皮の味噌煮食ってたんでしょうね。ということで、マクシャトラ君はどうだ。お、どうした。マダコのお寿司を頼んだのにまだ来ない。あ、マダコのお寿司を頼んだのにまだ来ない。まだ来ないんだよね、マダコだけ。普通のイカは来たのにマダコが来ない。ゲソも来たのにマダコが来ない。はい、どうでもいい話でしたけど、ということで今日はですね、缶詰シリーズのね、鶏皮の味噌煮を食べてみました。はい、じゃあねー。